花かまきりは、節足動物門昆虫ツナかまきり木、花かまきり科に属する昆虫。熱帯の卵化の花に集まると考えられていたことから、ランハ花カマキリとも呼ばれることがある。東南アジアの一帯の熱帯雨林に広く生息している。幼虫メス生虫有生虫卵化植物の花に擬態することで有名で、その花の姿に体を似せていることで、花に集まる。 昆虫類を捕食して暮らしている。発霊幼虫は赤と黒の混じった体色でジャングルに生息している悪臭を放つカメムシに擬態して身を守っていると言われる。脱皮を重ねていくと中足と後ろ足の第一節の部分が膨らみ、卵の花びらのようになり、体色も薄、ピンク色が混じった白色となって小さな花のような姿に変貌する。 この頃の幼虫時代が最も鼻に近い姿で、成虫となると、ほぼ白色に近くなり、羽も生えたことで飛翔できるようになる。生態は、メスが体長 70mm 前後となるが、オスは 35mm ほどになり、カマキリの仲間では、死ゆの大きさの差が極端になる珍しい特徴がある。オスは、メスより、小柄な分動作が早いが、メスに、 獲物と思われて食べられることもあるので、他のカマキリ同様、交尾時には、オスは慎重にメスに近づいて、メスの隙をついて飛び乗って、交尾をする。なお、他の大型のカマキリと異なり、雌雄ともに飛行できる。本種はその姿があまりにも鼻に似ていることから鼻に紛れて、昆虫を狩るのだとみなされてきた。しかし実際にはそれだけの単純なものではないことも、分かってきた。 水野らは、この点について、実際に研究を行った。彼らは例えば幼虫が、実に花によく似ているのに対して、成虫では花にややになくなり、にもかかわらずどちらも、同じように花に紛れて、獲物を狩る、というのも疑問であることを挙げ、いずれにせよ、現実に、この種がどこで、どのようにしてどんな獲物を狙うか、ということを現実に調べた研究がないことを指摘した。 その上で実際に彼らが現地の野外で調べたところ、彼らはメスの成虫と幼虫を観察し、両者で待ち伏せの場所も軽いものも全く異なることを見出した。それによると幼虫は鼻にいることはなく、すべての観察例で葉の上におり、そこで獲物を買った。他方でメス成虫は観察例が少ないものの鼻での待ち伏せが多かった。 またメスの獲物が蜂と、正面にまたがっていたのに対して、幼虫では、圧倒的に蜂が多かった。また成虫では獲物を捕まえ損ねることが結構あって、狩りの成功率が6割程度であったのに対し、幼虫の捕獲成功率は9割に達した。幼虫が捕まえるのは、現地在来の蜂である、東洋ミツバチアピスセロナセロナであった。この幼虫がを誘引する方法としては、 まずその外見が実に花に似ているのが原因と考えられる。これは人間の目で見てのことだけでなく、BCAM によってこのカマキリは幼虫も成虫も紫外線を反射し、その点で花と共通し紫外線を見ることのできる放火昆虫にはカマキリと花の区別が難しいと考えられる。しかしそれだけでは幼虫が特定の種の蜂のみを刈ることが説明できない。 実際に観察中、ミツバチはカマキリ幼虫の幼虫の頭の真正面に回り、対空飛行しながら足を伸ばす行動を取るのが再三見られた。つまりカマキリの頭に着地しようとした。さらに調べたところ、ハナカマキリ幼虫はその顎の周辺から3、ヒドロキシオクタン酸と1ヒドロキシマイナスに、デッセン酸という2つの物質が発見された。この2つの物質は、 東洋蜜チにおいて、群れ内のコミュニケーションに使われ、強い誘引作用を持つことが知られている。実際に、花カマキリ幼虫が蜂を狙っているとき、カマキリの頭部周辺でこれらの物質の濃度が高まることも確認されている。一方、成虫の顎からはこれらの物質は確認されなかった。つまり、花カマキリ幼虫は鼻に紛れてではなく、 葉の上で自分を鼻に見せかけることで蜂の目を引き、同時に蜂のフェロモンである物質を放出することで蜂をおびき寄せている。いわば科学的擬態を行っていると考えられる。他方で、成虫は鼻に紛れ、放火昆虫を狙う。ありがとうございます。